はい、実は先日ここ洗面所なんですけれども、洗面所の天井から雨漏りがしだして、でここ前から下に膨らんでたんですね。で、まあ何かなと思って見てたんですけど、で先日ここから雨漏りがしだして、板金屋さんに連絡してちょっと修理してもらうことになりました。はい、雨漏りを外側から見た形ですね。で、一応ここ白いテープ貼ってあるとこが雨漏りしたとこなんですけども、で業者さんにちょっと見てもらったんですね、見積もり。そしたらもうここのトタン屋根自体がもう錆びて劣化してるってことで、まあこんな感じでかなり錆びてるんで、もうどこ今度またいつどこから雨漏りしてもおかしくないってことで、で全部張り替えるっていうことで、張り替えるとしたらちょっと風強いですね。はい、でさっきの続きなんですけど、で張り替えるとしたら30万ぐらいかかるって言われたんですね。カバー工法っていうやつ、上から新しいトタンをかぶせるっていうやり方で、で部分補修のコーキングだけだと5万円で大丈夫ですって言われて、でどうしようかなと迷ったんですけど、なんかあまりにも高すぎたんで一旦ちょっと考えさせてくれってことで保留にそこの業者はして、でそこの業者っていうのが0120で始まる全国展開してるようなネットで調べたとこなんですけど、でまたちょっと別の、地元の、まあ、家から一番近い屋根工事の板金屋さんに相談して見てもらったんですね。でそしたらカバー工法だと12、3万ぐらいで、まあちょっと12、3万ぐらいかかるって言われて、でお願いするっていう形で、もう全然違うんですね。なんかそこの片一方は30万以上かかって、片一方はその3分の1ぐらいでできるっていうことだったんで、まあ2分の1か半分以下でできるってことなんで、でなんでこんな違うんだろうと思いながらも、まあその安い方にお願いしたんですね。であとその今テープ貼ってあったのも、その地元の板金屋さんが、まあ、お金はいいよってことで、あそこだけちょっととりあえずの部分補修してもらった形なんですけど、でそこのコーキングも、コーキングするとしたらいくらですかって最初電話で聞いたんですけど、屋根の雨漏り修理でコーキングはしないって言われて、なんか鼻で笑われちゃったんで、あそこの、まあ、全国業者の人とかわかんないですけど、まあどうなんだろうって、そもそも雨漏り修理自体そんな頻繁じゃないんで、まあそのわかんないんですけど、業界の工法とか常識みたいなのが。なんでそんな風に思いました。まあとりあえず地元の一番近いところの安いところだったんで、そこにお願いするっていう形は、そこはまあ同じ全部も張り替えのカバー工法でやってもらうっていう形してます。はい、そんな感じです。